どうも皆さん、おじゃすってことで、邪神と申します。さあ、前回に引き続き伝説の終わり、今回はこの命のせせらぎからやっていこうかなと思います。では編成は、前回のこれが編成だったけど、これちょっとゾンビ特化すぎるから、ちょっといつもの初見編成に戻すか。さあ、これですね。これでまずは挑むと、これ一応全部全対応か、全対応してるからね、勝てると思うんだよ。一番怖いのがメタルだからね。あー、これは多分カンカンで足止めっていうか稼げるよね、金。おー、いいね。ただこれちょっと攻めすぎるのあんま良くないの。ちょっとここら辺で止めておいて、でバボン来てもいいように、ここでこらえておく。いい位置で、ステイするのが一番いい。でこれまた出して、ほらカンカン攻撃ダウンがちょっとめんどくさいけど、ただこれ金かめっちゃ稼げんの、これはいい。ただエンジェルってくると、あんまり天使には強くねえな俺の編成。天使で怖いやつとなると、なんだろう、何がいるかな、イカの天使がめんどくさいな。でも若干なんだっけ、ペガススみたいなやつ、名前思い出すね。ペガススみたいなやつがめんどくさいな。さあ、もうそろそろ天使のこのねやつもいなくなっていいんじゃないかと思うんだが、お、倒したね。これ多分バボンなんな、何が来る、あ、オッケー、何が来るか楽しみですね。ドン、うわー、あ、こいついたわ、やべえ。終わったかもしんない。いや、まだ俺は捨てない、すべての可能性を。はい、この壁役でこれも出しちゃうか、メガロ。これまずいな、何が、ちょっと待って、いや、イカも勢ぞろいかよ、これやばい、死ぬ。これいけないかな、これ、ね、あの豚がやべえ、あの豚なんだっけ、あいつ、あの豚がマジでやらしい。うーわ、いや、これは無理だ。トンシーだっけな、なんだっけな、トンシーじゃなくて天使ブッダだった。こいつのあれが全然わかんねえ。結構射程長そうなんだよな、どうなんだろう。とりあえず天使に強いやつを入れていこう。ガメレオンか、まあ、ガルディアンよりはガルメレオンが強いよな。で、地蔵、あ、でもサルカニ強いよな、サルカニヘブン。サルカニ、金レンジャー、これ遠方範囲で動き遅くできるっていう結構有能なやつ。で、あと、カオスムーンか。こいつも遅くするか。止めるやつだとコスモにするか。コスモにしよっかな。コスモ行くか。天使の動き止められるやつが、多分ね、こいつしかいないんだな。マイコハン。マイコハンだと、いや、一応入れとくか。射程がこいつあんまり長くないんだよ。それがちょっとネック。猫胞子入れるか。猫胞子入れれば、なんとなく防げるような気がする、あれを。敵の攻撃を。ただ、こうなるとな、壁が薄いな。壁がクソ薄い。しかもこれ、序盤の金稼ぎもできねえ。やべ、どうしよう。全部なんか取ろうとすると、無理だ。無理があるぞ。ガメレオンいるから、壁3枚でもいいのかな。ガメレオンである程度動き止めれるような。ちょっとこれで行ってみようかな。マイコハンを金稼ぎで、カンカンにして、これでちょっと行ってみますか。なんかちょっと負けそうな気がする。押され、天使の豚と、あいつのコンボがなかなか強いんだよ。イノエンジェルか。まずは序盤、ちょっとお金貯めます。さあ、そろそろ終わるか。はい、来た。ただ動き遅くするで、だいぶいけると思うけどな。入れこう。で、これでちょっと動きを止めつつ、あれ、豚は？え、全然ダメだ。待って。あ、でも、
仮設像でなんとかノックバックはできる。はいはいはい、とりあえずこれで止めて、結構ノックバックすんな。ちょっと待って、豚がやらしい。豚がどうなる、豚次第マジで。あいつ攻撃ダウンか、そっか、だから辛かったのか。さっきちょっと動き止めてもらって、ちょっとあのお金が全然足りない、ちょっと放出すぎたかもしれない。オッケー、これでかい。これでちょっとこいつの出番、コスモで、これ絶対コスモで止める、あの前線みたいな。こいつがマジ強いから、あのもういくら前線がやられようが、最後の飛び出としてコスモを出しておこう。これできるか、オッケー、これ勝ったでしょ絶対。でギャメレオンを出して、これでもう盤石、盤の弱、あ勝った、強え。だから結構サルカニが強かったと思うわ。なんか地味に射程長いし、あいつ滅法強いからかなり火力は出してくれた。であとは笠地蔵の火力、うん、そこら辺だな。妨害が生きたかわかんないけど、まあ生きたと信じましょう、うん。オッケークリア、黄金ね。さあ次、復活の偽呪文。復活ってことはまたゾンビか、ゾンビ来ちゃうかこれ。ただゾンビかっつってゾンビじゃなかった時恥ずかしいから、まあガルディアン若干ゾンビ対策しよっか。はい、若干のゾンビ対策も含めて、まあこんな感じで、ね、エンジェルフォート、サルカニ、ガルディアン、グランド、そしてネコマスターと、まあ、これで行きましょうか。うん、まあ、多分あんまり関係ないと思うんだけど、こういうの、こういうの俺結構外れるからさ、こういう、なんだこの音楽、なんかカーニバルだな。あれなんだっけ、あれ何、モグラだな、あれモグラなんだ。モグラとなると、ちょっと待ってよ、いや行こう、ちょっと様子見ていい、これで。うわ待て、あれイルカだな。だイルカは、あ待って、イルカは多分ね、笠地蔵で行けるんだよ。あれなんだ、後ろにいるやつ、あれの、うわやっぱモグラだ。ダリーダリー、あいつドリューだよドリュー。ただこれ、うーわ待って、白フェスじゃねえかよこれ、やべえ、これ一番きついかもしんない今までで。どうしよう、ただ壁2枚と笠地蔵出していくか。はあ、終わった終わった何これ、ふざけてるじゃんこのゲームマジで。ダメだよそんなことしたら。はい、こんな感じで、なんか白敵ばっか来ちゃったね。まあ、なんか流れ的になんかね、うん、あった。ここ赤と、で、これ赤黒、で、ゾンビ、天使、だからね、そろそろ来るかなと思ったけど、ついに来ちゃったか。ただな、全部超射程だから、ガオウも行きづらいな、これは。まあ、一応入れとくけどね。で、遠方範囲となると、若干やっぱハーデスか。ハデス入れとくか。俺の大好きなハデス。覚醒ムートを入れるかどうかっていう話になるな。覚醒ムートどう？あの、チビブンブンが地味にやらしいかもしんないわ、このステージ。あそこをどうするかだな。半魚人行くか。半魚人、ワンチャンありかもしんない。で、ブラックマは、どうしようかな、あいつ。ブラックマ、大丈夫かな？なんか、ニャンコホチャージ、チャージ速度上がるニャンコンボを入れないと負けますってみたいな話になったら目も当てらんねえんだけど、覚醒ムート入れるか、さすがに。速攻でちょっと倒すという算段で、まあいいんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。うん、これでちょっともう一回行ってみよう。ちょっとね、俺の苦手なタイプの敵がいっぱいいるから、ここマジできついわ。序盤は地蔵で押そう。まあこれはましょうがない、すぐにノックバックするでしょ。 OK、
だよ。で、ここで、これ。おい、オッケー。強いよ。半魚人俺大好きだからね。半魚人クソ強いから、このゲーム。で、そろそろブラックマン来そう。来た来た来た。このブラックマンは弱い個体のブラックマンの可能性があるから、オッケー。あいつ倒した。あいつ、チビブンブン倒した。これやばいな、ちょっと。なんか、ヒカルもいたんだっけ？そうだっけ？やばいな、このダンジョン。ドリューが一番うぜんだよな、正直。あいつ吹っ飛ばしかるからさ、どうにもならん。しかもなんか、鈍足食らってるし、俺。ケロマツか。ケロマツ鈍足だっけ、あいつ。やばいな。ちょ、まずい。クソマジい、これどうしよう。ちょっとあの、足の速いやつを入れないと終わる。なんかダメージ食らってるし、なんだダメージ。どういう。まずい、終わる。負けんのこれ。ちょ待って、無理無理無理、こんなの勝てるわけないじゃんこれ。どうすんのこれ。ちょ一番きついわこのステージ今までで。ちょっとちょっと、ガチむずいこれ。単純に立ち回りの問題かな。一番初っ端にもうハデス出してさ、前線押されないようにするっていう感じの方がいいのか。正直ケロマツ来ると壁が機能しなくなるから、速攻、そっから速攻で足速いやつで殴っていくっていうのがいいのかもしれない。でワンチャンドリューの吹っ飛ばしにかけて、あのあれ、この、ね、超特急を入れるという三段に出ようかな。うん、これでいこう。これでいきます。この編成で挑みます。結構きついなこのステージ本当。序盤、金貯めるか。イルカ来たら、これで、多分あいつ遠方範囲だから、食らわないの、OK。これでちょっと、あれまで、ハデスまで行こう。よし。ちょっとかけますわ。で、ブンブンは、これで、あれもそっか、吹っ飛ばし、なんでも、大丈夫大丈夫。ハデス俺は信じる。ハデスもな、覚醒というかな、本の解放すると、本の解放すると、吹っ飛ばないっていう神、神キャラなんだけどな。俺は残念ながら虹の実だ、虹の種だ。それを持ってないから、無理です。届きですか、倒したから。あいつを倒したから、超特急で火力を稼いでほしい。そう。ナイス超特急。カサス打てなかったな、それ。カサス打てなかった。正直な話。これはちょっとあの、あそこまで貯めたい。あの、あれ。あそこなんだっけ。真田。真田来た。真田行こう。これで。よいしょ。サラダ頼む。ただまだ一回もハデスノックバックしないよな。これはまだ兆しがある。で、ニャンコ砲はワンチャンあれ来るのを加味して、まだ出さない。ブラックまで。いや、あの、イルカ全然倒せねえな。やべ、ノックバックした。てか、もう死んでんだけど、あのサラダ。マジで。あ、イルカが強すぎんな、多分。お、待って、どうしよう。とりあえずでもあんまりね、ガオじゃない、ムートはやめた方がいいですね。結構短命だからな、ほんとどうしようもない時に出すようにしよう。とりあえずチビブンブン来ちゃったから、ここはこのままで多分いいと思う。ハデス溜まった。ハデスもう一体。オッケー。ダブルハデス。ダブルハデス編成でいこう。これもう盤石でしょ。これ勝ったんじゃないかな。マジで。
あー、ちょっと半魚人だ。もうちょっとドリューが辛いな、うん、このゲームはドリューが辛いわ。てか俺の大切な速攻キャラが全部捕まってんだけど、どういうことこれ。ハレスさ、まだ1体目死んでないんだもんな。すごいな。お、てか、体保ってる。これで、サナダデで、削っていこうか。オッケー。サナダいいね。サナダ好き。あ、死んだね。ようやく死んだから。は？何？ワンココ？え、待ってよ。ちょ、マジで、それ。マジで言ってます、それ。うわぁ、マジか。ただ、これも出しちゃおう。こいつ。頼む、ムート。お前の火力、火力モンスターなわけよ。え、ニャンココって、ワンココってさ、ガオって無効するよね。さすがに。じゃ、それにかけるわ。どう？はい、無効なんだよな。ガオ。入れといてよかった、ガオ。オッケーオッケーオッケー。これで勝ちでしょ、さすがに。おぉ！ハデス、お前。ブラックマスラー。倒せるのか、お前のその高火力、高体力か。やべえ、やっぱハデスなんだよな。なんかあったらハデスなんですよね。あとはもう安らかに眠ってくれ、ワンココ。よし、いや、これ結構つらかったな。オッケーオッケーオッケー。契約の杯。じゃあラストこれやるか。ね、うん。これやって今日は終わろう。まあ、初見だからね。もう初見はこれっていう形を崩さないでいこう。うん。わかんないからね。何度も言うけど。さあ、いつもの編成でいこう。契約の杯。タイトルからは何が来るか全然わかんない。お！いい BGM です。来たー。これ待って。これは、ちょっともうごめん、戻るわ。これね、あいつ、あの、タコツボなんですよ。猫タコツボ一体で、あいつら完封できるから、これちょっとここ変えようか。金稼ぎは、まあ、二の次、三の次なんで。うん。できればいいかなぐらいの精神でやればいいと思うよ。笑えばいいと思うよって感じで。はい。多分これで一体で完封できると思う、こいつらを。撃たれ、いや、これ壊せっかな。メガロで壊せなかったら戻るしかない、これ。いや、待って。いや、でも波動はね、タコツボ、あれだぞ。噛み合ってるぞ、これ。そう。メガロ、頼む。お前の力が必要だ。壊せるか？頼む、壊してくれ。これ壊せないと終わる。終わったな。もう、無理じゃん、これ。ふざけんなよ。メイメイってもう無理か。ドアがいても無理か。メガロディーって、もうキャラクター、じゃあ、そっかそっか。じゃあ、多分、あれが必要なんですよ。あいつ。バリア、確定で破壊するやつ。どうだっけ？あ、自由猫。これは必須だから、まあ、なんだっけ、オウムのやつは黒敵だから、真田でいける。で、多分これいらんわ。多分、メタルいらんわ、こいつ。はい、ラスト一枠は、地蔵入れました。一応ね。一応これで、行きましょう。多分、あ、で、相手の編成見ればよかった。まあいいや。多分、この3体がメインでしょ。あの3体だけ、うん、対応できれば、多分勝てるでしょ。これで自由猫出して、割ってもらおう。はい、ガチャコンド。あれ？待て。オッケー。で、ここで、地蔵。多分もう、これで、ボコボコじゃないかな。あとは壁と、地蔵出して、落ちて、いうわけですね。こいつ黒敵だもんね。はいはいはい、来るね。ただ、自由猫もう一回出しちゃいました。出しちゃいます。これ余裕だな。余裕があると思う。はぁ、何こいつ！
初めて見た俺。なんだこいつは。ただメガロで。はい、余裕。メガロ出して、勝てるな。もう勝てるわ。初見だけどこいつ勝てるわ。これ天使これ。天使ついてるよ、なんか輪っかが。天使？天使エイリアンの混合技ですか、こいつ。ただ、勝てるぞ。メガロで一発で倒せないから。遠方範囲で、やつを巻き添えにして。はい、余裕。はい、強すぎ。これはね、タコツボの強さが出たね。うん。宇宙石ゲットと。お！風そよぐ、黄昏時。200。これ200ってことは、これ最後かな？最後っぽくない？ね、流れ的に。よし！次回行こうか、これ。風そよぐ、黄昏時。多分、伝説の終わりも最後に差し掛かったかな。うん。次回じゃあ、いや待って。その前に俺は、見なきゃいけないものがあった。さっきのやつ。大きな夢を描いてほしいという両親の思いが込められた輝かしい名前を持つ天使のオウムくん。オウム返しが鬱陶しいと言われ、天界を飛び出し宇宙をさまよう渡るようになった。でよくあるんだけど、天界出身の鳥が宇宙をさまよった形になってエイリアンになったっていう。まあ、よくわかんないけど。波動持ちなんかな、こいつ。どうなんだろう。わかんないけど。うん。まあ、恐るるに、足らなかったね。うん。まあ、そんな感じでね。次回じゃあ、伝説の終わり。黄昏時。風そよぐ、黄昏時でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。